ははいこんにちは山本です今日はね、えー「微積でしょっちゅう現れてくる E」という値ねなんでそんなのが出てきたんだろうっていう背景をほんのちょっととそれから「いいがらみ」の極限特に医学部なんかでもよく出てくるし、えー、定期テストなんかでも出されたら結構君たちがつまずくところを話をしてみます。面白いいい話だととと思うのでちょっっ、えー、興味を持ってくれるといいかなさてこんな話です。 ニュートンの時代数学者にとってはね時代の流れからこんな値がちょっと必要になるんだ1 h と h 分の1これ微積の勉、えー、研究をしている時にねどうしてもこの値が必要になる時期っていうのが来るんだでその時にこの h をできるだけ0に近づけてみるで h を0にして0.10.1分のって計算するとねこの h をどん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 0に近づけると一体いくつに近づいていくだろう 昔の人が計算してるわけもちろんパソコンない時代にね電卓もない時代に1を入れてみたらいくらだろう0.1でいくらだろう0.01を入れたらいくらだろういくらだろうって頑張ってるわけ。2.718みたいいいな値に近づいていくんだそれをずっといくつもいくつも調べている人たちがいてその値が。 2.718281828というふうな値にこれ繰り返しじゃなくてこのあと459とかってくるんだけどというふうな値に近づくらしいと分かってこの値が実は君たちが習う、e、なんですでこのことを極限を使って書くと 1+h の h 分の 11+h の h 分の1。1 h の h 分の1 h をどこできるだけ0に近づけるから 1+ ちょっとのちょっと分の1って覚えとけばいいな 1+ ちょっとちょっと分の1は e に近づく2.718まあ最初の2.718ぐらいまでは覚えといた方がいいそんな値に近づくんだこれはね円周率が π3.14 と同じぐらいの重要度で微積では重要な数なんだだからあえて e という名前が付いているわけね。 ヨーロッパ大陸であるところでそういう研究をしている一団がいると思って同じ別の場所でヨーロッパ大陸でねこんな研究をしている人たちがいると思って今ここに x 軸と y 軸 y イコール =a の x 乗のグラフというのは a の数が変わるとどんなふうになるだろうってこう調べている。 x が0の時には必ず1を通る0乗で必ず1って彼らは知っていたので1を通って2の x 乗でこう点を取ってグラフを書いてみた3の x 乗青いグラフになるなってこうやって書いていたそしたら彼らが気になることがあったんだこの接線黄色い接線を調べてみると、まあ、0.7か0.8かそんなもん。 青い接線を調べてみると、この1における接線を調べてみると傾きが1.2か1.3かそんなもんあれこれだと傾きが0.7ぐらいかじゃあいつか傾きが1になる図形も書けるはずだな一体2の x 乗なら3の x 乗なら一体いくらぐらいの傾きえー、っといくらぐらいの 2, 2の何乗とかにしたときに ここが傾きが1になるだろうってこの値を一生懸命調べてみるとそれがというそういうううそ値なんだこれが2.71828の x 乗で1の時いくら2の時いくらここで接線を引いてみるとちょうど傾きが1になったわけ。もちろん彼らはこの値が2.71828で点点時 この値と一致することはもちろん場所が違うので知らない。今ここに書いたことを傾きが一になるぞっていうことを。ちゃんと言葉で説明するとこうなる。ここが二の e の x これがいいね。e の x 上の赤いグラフを書いてみた。接線の傾き一になるんだよ。調べてみたらだ。この時ここに h を取ったら y 座標は e の h 上だ。 黄色い線の傾きは h 分の e の h 上引く1だ。h をゼロに近づけると何が起こる？これをゼロに近づけるとこの傾き、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 1-0 1 01近辺での傾きってなるね。この赤い線の傾きは1だった。いいよね。へえ。e という値の x 上のグラフを書くと傾きが 1> 1にななるんだなとある場所で研究していた人たちは気づいたそれに対して 1+ たすちょっとのちょっと分の1を計算するとだんだん2.7に近づいていくこの2.718とこの2.718というのが同じということを最初は気が付かないいつか気が付く時があるわけだうそこれとこれいいというのは同じ値を使ってんだこの値とこの値が。 なんでと当然当時の人も思ったわけ大学入試でも思うわけ定期テストでも先生たちが分かるかなと思って出すわけつまりこの2つが一致することを今から証明してみるよさあそれじゃあこんな感じです。今話をしたすちちょっとのちょっっととのの分がになるなるっていうことをある人たちが知った。 こっちはグラフを書いてみて傾きを求めてみたら H 分の,、e、の H 乗1っていうこれ分のこれの傾きがだん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 1に近づいていくなということを証明しなさいというつながりの話ね。まあ、誘導でちょっとこれがついていますけどさあやってみるよこれもよくテストに出るしこれもよく出ます。 南韓大学なんかになるといきなりこれが聞かれたりするこれからこれのつながりがねやってみようまず括弧1リミット h が0に近づくときの h 分のこの値が1になることを証明しなさいいくよリミット h が0問題を移します h 分の1ログこれこれと書いてもいいよね。 すると君たちはよく知ってるようにログというのはここにいる数は後ろに回すことができるから1 h はここにかけるするとここにこの青い点々のところが今ここに書いてあるこの内容が使えるわけだ。これって「リミット H が0に近づくこれこれ」って書いてあるけどこの言葉は「近づいていくと」って日本語なのでまあ こう書いてあるけど日本語で読んでいくので要はこの値が括弧のこれが E になるよってこと E に近づくよってこと H がゼロに近づけばこの括弧の H 分の1乗が E になっていくよ括弧の H 分の1乗が E に近づくからねのことだだからこの青い点々のところがだんだん E に近づくからねで、定は E とするって 問題文に書いてあるのでここが揃っていれば1これは簡単に証明できた。いいよね。さあ昔の人が悩んだどうして0.10.01って近づけた e の値と、e、近づけて e になっていったのとグラフを書いてみた時のそこの接線の傾きがちょうど1になる時の曲線が y=e イコール、e、の x 乗だったのか調べてみよう。さて 今度の問題は括弧2がこういう話でした。リミット h がゼロに近づいていく時の横 h 分の y 座標 e の h 乗引く1これが1になることが証明したい。いいね。まずこの部分一回 t と入いてみます。すると h がゼロに近づくと t はどうなるでしょう。t は h がゼロですから e のゼロ上は一、一引く一だからゼロに近づきます。いいね。e の h 乗は t 足す一です。両方にログをつけてみると、なんでログつけるんですかって言うとね、実は前の証明の括弧一の話っていうのが、括弧一の話っていうのが問題文がこうなっていたんだ。リミット H がゼロに近づいた時の H 分のログの括弧の1たす H だったのでちょっとこれが利用したいので今わざわざログに直していますまずこの式の両方にログをつけるとログつけてログつけた定は E です H が前に出てきて E 定の E は1ですだからここは H 完璧だねログ1たす T です さあやってみよう俺たちが知りたいのはこの極限が1になること H がゼロに近づくと T がゼロに近づきます E の H 乗 -1 を T と置きましたからこれが T です H の正体はログ1たす T です上下を T で割ります割りますほら出てきたこの式 T 分のログ1たす T これは、H、分の 1+h ねさっきっ1で求めたのはこういう式ですもちろんこの、H、というのは近づく場所ですからここが、X、と書いてあったらここが、X、になっていてここが、X、になっていればいいわけ説明上ここが、T、となっていればここが、T、となってこれが、T、となれば同じ内容だよね つまりこの式はこれが t が0に近づくと1になりますよそうこの部分は1に近づきますよこの部分は1に近づきますよつまり1に近づいた分の1極限値は1つまりこの時この計算をしてみたらなんと1に近づくということが昔の人は気づいたわけ。話わかる置き換えがちょっと厄介だね。 でも2度3度ってもう一回見直してみると結構慣れてくるると簡単にわかるさて、えー、微分積分っていうのはね極限に始まって極限に終わるっていうぐらい極限がとても重要です。なので、えー、極限三角関数の極限もそうだけど極限には強くなりたい。そうすることが、えー 勉強が微積もスムーズにいくし大学受験でも難関大受ければ受けるほどあここで極限かな今は「いい」の話をしましたけど、えー、ぜひ時間がある時にね、えー、昔のその「微分」の背景みたいなものを勉強参考書なんかにいっぱい本屋さんに行くとねそういう話が書いてあるからちょっと読んでみると「ああこっちの世界ではいいよこうやって調べているこっちの世界では いつ一致するってわかるああ、なるほどねっていうのがいっぱい興味深いことがこれからも出てきますからちょっと試しに頑張ってみてくださいそれじゃあ今日の授業はこれで終わりです